皆さん、こんにちは。ニューポッドバーズのやすけです。はい、翔太です。はい、美しい森からお送りしたわけなんですけれども、突然なんですけど翔太君、はい、ヘンゼルとグレーテルって知ってますか？もちろん。あヘンゼルとグレーテルっていうね、っていうお話、童話がありまして、今日ですね、そちらにちなんだ企画を持ってきたんですけれども、まあ最初にヘンゼルとグレーテルのあらすじですね。簡単に言うと、まあお父さんとお母さんがいて、あの貧乏だから子供を森に捨てに行って魔女にさらわれちゃうよっていう話なんですよね。父母人外じゃん。で、そちらのヘンゼルとグレーテルのとあるシーンの中で、お父さんに森に捨てられていく間に、お兄さんはパンくずをこう捨てながら歩いて、そちらのパンくずとかをこう拾って家まで一回帰ったっていう伝説があるんですね。帰ってこれるように、ね、帰ってこれるようにね。ですが、そのですね、パンくず落として帰ったってことを嘘じゃないかと。バカかこいつ。ということでですね、そちらをですね、実際やっていこうということで、本日の企画はですね、はい、ヘンゼルとグレーテルインビアグロまあですね、概要は簡単ですね。今ですね、僕らの専属ヘルプであるダーヤマさんが拉致られてしまったんですよ。大変ですね。お前ら逃げたね。その拉致られている間に、なんと彼女はですね、ハリボーグミをパンクズの缶に落としております。あの有名なハリボーグミを落としていまして、そちらをですね、我々が道を歩きながら見つけて、ダーヤマさんがどこにさらわれたのか見つけ出さなきゃいけないっていうミッションが今日あるんですよね。なので、そちらのですね、はいはい、まあ、ハリボーグミを落としてもらってるので、そちらを拾いながらダーヤマさんを追いかけていくっていうことになりますね。はい、まあ、ですが、まあ、ハリボーグミはですね、まあ、そこら辺の行動に落としてるわけなんですけども、言っときます、全部回収します。必ず全てを回収します。なので数ちゃんと数えてやりますので、あっちにしていただいて大丈夫です。ということで、早速ですね、行ってみます。はい、ということで、はい、スタートしていきます。早速始めます。ここにスタート地点、まずスタート地点のところね、はい、ですね。ちょっとペタペタしてるんだよな。結構むずくない？色がさ、緑とかだとさ、マジでなくない？ちょっと待って、これさ、予想以上に難しいかもしれない。道がね、こっちとね、こっちでね、分かれてるんだよね。だからね、ちょっとどっちなのかがちょっと分からない。ある？ない。俺右側探すから、道の、ちょっと左側探して。あった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 。え、ほんとだ。あったこれは観客がめちゃめちゃ空いてる。やばい、めっちゃむずいぞこれ。ダイヤマを救い出すことはできるのか。こっちってことだよね。でもその先がもうすでに分かれ道なんだよね。やば、若い道だったらこの地点にどっちか行ったか示すために落としたんじゃない？こっち歩いてきちゃってるけど、こっちいいのかな。右側見るから、はい、左側見て。あった！どこ？あ、ほんとだ、あった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 、ちょ、合ってんだわ。大体の感覚がつかめた。うん、結構広いね。あ、これやべえ、マジで。あいつ、助かる綺麗だな、違うね。まず気持ちになって巻いてないの。あ、またここで、分かれ道です。あったあった。あ、本当だ、あったあった。いや、この先、この色分かりづらい。いや、土いっぱいついてる。おっとおっと、本当だ。助けに行く。多分この公園をね、多分まっすぐ行かせたいと思うんだよね。ダーヤマ拉致られてる時ね、でも左側を歩いていた可能性が非常に高いから、それか左手でこう落としてるから、あいつ左利きだ。左ら辺にちょっと注目しながら行けば多分見つかると思うんで。分かりました。今度はね、5方向ぐらいある。行かない傾向がある。辛いと。これね、公園まっすぐ行ったんだけど。あ、あった。今あったのがそこの地点だから、そっちに戻ることはないから、おそらくこっちのまっすぐ地だ。早く見つけ出してあげないと、あいつは今頃どんな目に遭ってるかわからない。贅沢なビュッフェを食べてるかもしれない。イエス。じゃあ、ここからこっちだね。そうだね。丁寧に。道路を走る一匹の猿。ちょっとトイレある。トイレ行きたかったらね、ちょっと。本当に行くんかい。子供の国って感じ。あった。イエス。いや、ハリボー。ハリボー。ハリボー。とりあえずさ、この公園はでも、まっすぐ行く感じに仕上がってる。あ、ナルト走りやめろ。その中じゃなかった。そう、なんかあったからこんなかと思って開けたけど、虫とかいると。虫とかいる。虫は嫌だ。あ、あった。ちょめっちゃハリボーかと思ったの。落ち葉だった。やば、さすがこの葉隠れの里。ずっと左側に落ちてるから。でもどうする、急にさ、フェイント急にグラフ入れてくる。あった。
っと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 、近くないっけ、マジで近い、近い、めっちゃ近い、ダメ、もう動揺した可能性がある、動揺して落とした落とした可能性がある、どうするそこら辺になんかさ袋一個ごとドバーってさ僕落ちてたら事件事件ここで抵抗したんだと思うそれでも俺らは抵抗するで、拳でパーカーが食べたとかないよね、いやないでしょ、パーカー食べちゃってしたもん、食べちゃってやばい、急にない、急に全くなくなっちゃった、ちょっと一回そっち戻ってみるか、ワンチャン階段上がった説ある、階段あるないね、やばい、ちょっとマジ迷ってる、あったあったあった、よっしゃー、ちょっとさ変化つけてきたね、ちょっと変化つけてきたね、狭い、なんか狭いかと思いきやめっちゃ遠くなってる、探求だ、探求だ、探求だ、探求ね、探求、探求ってなんだよ、あった急に入ってきた、あったあったあった、治安の悪そうだな、グレーっていう可能性はない、あった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 、急にあった急にあった急にあった、緑怖いわ、緑、こんなものをシュートされました、絶対気づかないよこれ、だいぶ集まってきた、誰かの足の裏です、ゲッチュ、はい、ここに落ちました、余裕ですね余裕ですね、もうダイヤこれすぐ救出できちゃうよ、いやこの画角完全にあれだわ、陽介が先に歩いてったらこの横からさ、アナコンダ出てきてさドワーンってなっていいんだよ、早く来いよ、夕方になってきてしまってます、ね、やばい、早く見つけないとダイヤマが凍え死ぬ、それハリボーじゃねそれ、そっちは中戸やりました、綺麗な池でございます、じゃなかった、やばかったね、急に急にこう道のね右側になった、俺でだけは見逃しちゃうね、じゃあ右側通行になったってこと、さっきさ右側になったからさ、多分さこっち分かれ道だと左じゃなくて右のパターンで、うん、あった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 、うーん、okay、さあここで階段を登ったかトンネルを入ったかのまた右側だったね、うん、こっちこっち行ったか上がったか、手すりの上に乗ってるとかね、ないね、じゃあまたトンネルの下だね、あった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 、こんなところあった、あったあった、トンネルの方行ってるね、トンネルの方ね、あれ見る、おあれ見る、あれ、おほいや、やばいよね、いや、もうグミがね石の上に置かれる時代がねもう来ちゃってるんだよねってことセンター来た駅、いや、完全にこっちじゃない、戻らないと、やっぱこの上行ったってことだよね、止まれないってことは、うわ、マジか、上か、いや、マジ、本当に分かんない、マジでなくね、マジでない、やばいね、おじいちゃん座っちゃってるよ、あった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 あ、やばい、でもまあ30分ぐらい見つけられなかった、リアルにやばい、ちょっと日が暮れてきてるよ、じゃあこっちまっすぐだね、かっこいい、これ色彩コンセント、あったあったあった、しゃー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 、おー、なんか道路に出ますね、やっとあのなんかあの長い道のところはなくなった ね、やばい、日が暮れちゃう、日が暮れちゃう、あったあった、ほら、あったあった、拾ってくれ、あったイエほぼラストスパートかな、ほぼラストスパート説あるぞ頑張ろう頑張ろう、あった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 、マジだぜ、よし道路に出たね、道路に、こっからマジむずくね、ラストスパートとか言いつつ、じゃあ翔太そっちで、オーケー、俺反対車線で翔太翔太翔太、はい、あったあった、マジで、やばいやばい、方角はこっちの方だって、あったあったあった、よし、公園の中入ってるね、民家園、すげえ、竹やぶでは竹やぶ、熊とかね、忍びが出てくる、あ、めっちゃ綺麗、もう一滝くの、この辺はこの辺ある、あった、え、本当だ、はい、寒いから帰るわ、おいめっちゃ寒い、これは帰るわ、でも、まあ、一応達成はしたけど、めっちゃ時間かかりすぎてダイヤマが帰るっていうスタートから2時間半ぐらい、2時間半ぐらいですねもしかしたら3時間かかってるかもしれない、あとでダイヤマに焼き肉おごろう